皆さんは福島県の県北地方をご存知ですか？え、知ってる？本当に？すごい！まあご存知の方もそうでない方も、改めて県北地域をご紹介しちゃいましょう。福島県の北部に県庁所在地の福島市をはじめ、4つの市と3町1村が仲良くまとまっているのが県北地方です。東京、仙台からの交通の便も良く、福島空港はもちろん仙台空港からもアクセスがいいので、全国各地からも意外と近いです。うまいもんから温泉、いい風景まで魅力満載とくればどうです？来てみたくなっちゃうでしょう。それじゃあ一緒に旅してみましょうか。まずは県庁のある福島市に到着です。1964年の東京オリンピックマーチを作曲した世界的にも有名な作曲家の古関裕而さんのふるさとで、音楽にゆかりがある町らしい風景があちらこちらに見られます。福島市といえば名物の円盤餃子も見逃せません。市内には美味しいお店が何軒もあるから、ぜひ食べ比べてみてください。また福島市は四季を通していろいろな果物が実るフルーツ王国でもあります。美容と健康を気にされているあなた、美味しいフルーツを召し上がってみてはいかがですか。あずま総合運動公園にある県営あずま球場は、東京2020オリンピックの野球とソフトボールの競技会場として、グラウンドを人工芝生にするなど大規模な改修が行われ生まれ変わりました。あずま総合運動公園ではおよそ520メートルにわたる116本ものイチョウ並木の下でウォーキングなどを楽しむことができます。例年見頃となる10月下旬からライトアップが行われ、色とりどりの照明で彩られる景色はまるで映画のワンシーンのようだと多くの人が訪れます。さて次はお隣の伊達市に向かいましょうか。福島駅から阿武隈急行でおよそ20分、保原駅に到着です。実は伊達市は戦国大名の中でも特に人気がある伊達政宗を生んだ伊達市の発祥の地なんです。政宗伊達に来るは、それを広く知ってもらおうと制作されたアニメーション。熱心なファンが高子ヶ丘城跡や八幡神社といった聖地巡礼に訪れているそうです。南北朝時代に陸奥国府が置かれていた霊山もあり、伊達市は歴史ロマンがあふれる町です。現在の伊達市の基幹産業はニットと農業で、ニットは伊達ニットとして全国有数の生産シェアを誇り、その技術力が高い評価を得ています。農業は高級品のあんぽ柿の生産が日本一で、晩秋から冬にかけて見られるあんぽ柿のカーテンは壮観です。次は郡町に行ってみましょう。福島駅から JR 東北本線でおよそ15分、郡駅に到着しました。郡町は献上桃の里として全国的にも有名な町。折り紙付きの品質を誇る郡町の桃をぜひご賞味あれ。郡町は室町時代の末に伊達政宗のひいおじいさんが築いた郡西山城跡などがある歴史豊かな町なんです。江戸時代は奥州街道と右州街道の宿場町として栄え、明治時代には伊達地方の政治経済の中心地となりました。この旧伊達郡役所もその名残です。かっこいいですね。明治の偉人五代友厚が経営した半田銀山周辺は半田山自然公園として整備されて、絶好のハイキングルートとなっています。11月から5月頃まで山頂から見下ろすと
パンダ沼がハート型に見えるハートレイクが楽しめます。次はお隣の国見町へ。郡町から一駅、福島駅からは JR 東北本線およそ20分で藤田駅に到着します。国見町は美味しい果物とみずみずしい野菜がたくさん採れる町。道の駅あつかしの里には地元で採れる新鮮な産品がずらりと並びます。ご当地グルメ国見バーガーもここで味わえます。この町も歴史は古く、鎌倉時代初期に奥州藤原氏と源頼朝が戦った敦賀山の戦いが有名で、奥州軍が頼朝軍を迎撃するために築いたおよそ 4km もの20の空堀と30の土塁からなる敦賀山防塁が今も残っています。国見町は義経の腰掛け松や弁慶の硯石などが残る源義経ゆかりの地。9月23日国見の日には義経祭りが開かれ、義経、静か御前、弁慶、甲冑姿の小中学生が並ぶ義経校行列が行われます。他にも大正時代に建てられた和風建築の母屋と本格的なルネサンス様式の洋館からなる奥山家住宅も見逃せないスポットですよ。次は福島市の東側にある川俣町。福島駅から路線バスでおよそ45分ほどで道の駅川俣に到着です。川俣町は絹の里と呼ばれ、この道の駅川俣にも織物の歴史、伝統技術、生活文化を紹介する織物展示館、昔ながらの手織りや染色を実際に体験できるカラリコ館、シルク製品や川俣シャモなど町の特産品を販売する川俣名品館シルクピアがあります。また道の駅川俣では川俣シャモ料理専門店シャモールで川俣シャモを使った親子丼や焼き鳥丼、ステーキなどが楽しめます。もう川俣フルコースって感じですよね。川俣町は花の栽培を生かした町づくりを積極的に行っています。近畿大学と共同で栽培開発をした色鮮やかなアンスリウムや、山間の山木屋地区で栽培されているトルコキキョウは実に美しいですね。10月に開催されるコスキンエンハポンは日本最大級のフォルクローレフェスティバル。日本全国、そして海外の一流プロ演奏家も参加する世界的にも有名なイベントなんです。他にも川俣シャモ祭りやカラリコフェスタなどご当地イベントがいっぱいある川俣町、要チェックですよ。さて今度は南に向かいましょうか。福島駅から JR 東北本線でおよそ20分、二本松市に到着です。この町の魅力は何といってもそう、霞ヶ城。春の桜、秋の菊人形、多くの人に愛されているお城です。そして見逃せないのが二本松のお酒。4軒の蔵元がそれぞれに個性豊かな日本酒を作っています。酒蔵見学や試飲もできるので行かなきゃ損ですよね。さらに二本松の夜が一年に一度熱く燃え上がるのが10月に行われる二本松の提灯祭り。鈴なりの提灯を灯した7台の太鼓台が繰り出し、およそ3000個の提灯とともに夜の城下町を練り歩く光景は胸躍るものがあります。絶対見てほしいです。恵比寿サーキットはドリフトの聖地として有名で、世界中から愛好家たちが集まり爆音を響かせています。本当の空とは明治の彫刻家で詩人の
高村光太郎が愛する妻千恵子の思い出を綴った詩集千恵子抄のあどけない話に出てくる有名な言葉、ふるさと二本松の安達太良山の上に出る青い空こそが千恵子にとっての本当の空であったといいます。造り酒屋だった千恵子の生家も残っていて、隣の千恵子記念館では彼女の作品である紙絵や油絵も鑑賞できます。二本松市のさらに南、福島駅から車でおよそ45分ほどで大玉村に到着します。安達太良山の麓に広がる風光明媚な本物の自然あふれる安らぎの里、あふれる清流と綺麗な空気、豊かな大地で育てられる米は抜群に美味しいと評判で、首都圏でも人気が高いんです。味にこだわり大事に大事に作られたのが大玉の米です。本格派キャンパーはもとより、何も持たずに手ぶらでバーベキューやキャンプが楽しめる気軽さから多くの人に愛されているのが福島県民の森、フォレストパーク安達太良です。安達太良山の中腹にあって、キャンプサイトやトレーラー、コテージ、温泉まで完備する1年を通じて予約が絶えない人気のキャンプ場なんです。自然豊かな大玉村には桜の名所、名木も多いです。癒されるなぁ、大玉村。最後にご紹介するのは、県北地方の最も南に位置する本宮市。福島駅から JR 東北本線でおよそ30分、駅前には懐かしい景色が広がっています。この建物はかつては本宮電機株式会社として大正13年に建てられ、今は歴史民俗資料館として使われているんです。イギリスのウィリアム王子が訪れたことで、その愛称が付けられたプリンス・ウィリアムズ・パークには、雨の日でも体を思いっきり動かして遊べる屋内遊び場や、いろいろなアスレチックにチャレンジできる屋外遊び場があります。また日英の友好と復興の証として整備された英国庭園では、さまざまな草花を楽しむことができ、ゆっくりお散歩するのにもおすすめです。そしてぜひ訪れておきたいのが、明治時代の豪農伊藤家の庭園として整備された蛇の花遊楽園。春の桜から秋の紅葉まで楽しめる花の名所です。別荘として建てられた蛇の花御殿には、贅を尽くした彫刻や有名画家の作品も残っています。この町には名刹名所も多く、こちらは1200年ほど前に霊場が開かれた前山が天然記念物の岩角山岩覚寺。山中には仏像が刻まれた岩が点在し、福島県の重要文化財に指定された仏像は12年に一度公開されています。こちらは高松山の観音寺。このお寺も1200年ほど前に建立された歴史あるお寺です。足立33観音の31番札所として知られ、訪れる人が後を絶たないそうです。いかがでしたか、福島県北地方の旅。 YouTube チャンネル夢旅福島でも県北地方の魅力を紹介しています。こちらもぜひチェックしてください。コラン書福島県北。